国鉄 C56 形状機,機関車、C56 形状機,機関車、C56 型状機,機関車は、日本国有鉄道、国鉄の前身である、鉄道省が製造した小型軽量テンダー式状機,機関車である。愛称は、四五六、四五六、または、高原のポニーである。1872年。 明治5年以来続いた鉄道の建設も、主要幹線の整備のめどが立つと、政治的圧力を背景に輸送需要の大きくない、換算支線区の建設促進へと移行していった。当時こうした線区での蒸気機関車は、幹線の需要増大と速度向上に対応できずに、幹線から撤退した旧型機、雑多な旧式輸入機が当てられていた。しかし、 感染と視線との需要落差が広がると、感染用機関車は、旧型機であっても大きすぎて視線へ転用不可能となることと、輸入車両の老朽化、部品確保困難に起因する整備費用増大が見込まれた。そこで、昭和初期に至って、感染視線に最適化された小型軽量で保守の容易な機関車が計画されることとなった。 上記の通り本線より著しく低規格な簡易線には大型機関車は入線できない。このためまず短距離線区向きには1932年昭和7年にタンク式の C12 型が開発された。軽量で全更新の容易な小型機である。しかし比較的長距離の線区では C12 型では石炭と水の搭載量が少ないので運用に適さない。このため、 C12 型から水槽とタンクを外し、テンダー式に設計し直されたのが C56 型で、両形式は共通部分の多い系列設計となっている。これは正式蒸気機関車系列化の選抜である。ドイツにおいて視線区向けに設計された64型タンク機と24型テンダー機の設計手法を参考にしたと思われる。両形式は、携帯も C12 系。 C56 型にそれぞれ類似している。当時は簡易線には転車台が設置されている箇所が少なかった。C12 型はタンク機関車のため逆機は容易であるが、C56 型はテンダー機関車のため後方が見にくくならないよう、テンダーの単個側面を大きく書き取って後方視界を確保したスタイルが特徴的である。しかし、 実際には C12 型と異なり重輪がなく、逆機地の走行特性が著しく低下した。これが原因で脱線が多発したため、低速での入れ替えを除けば逆機はあまり行われなかったと言われている。鉄道省向けとしては、1935年、昭和10年から1939年、昭和14年までの間に160両が製造されている。 製造メーカーは、川崎車用、汽車製造会社、日立製作所、日本車両製造、三菱重工業の各社である。この他に、カラフト町鉄道向けに4両、民間向けに1両が製造されている。製造年次ごとの番号と、両数は次の通りである。製造処別の番号と、両数は次の通りである。また、c 系の系車が、 南カラフトが日本の統治下にあった1942年昭和17年に機関線6 7 m m で付設されたカラフト町鉄道向けに4両 C521 から4製造番号961から964が日本車両製造で製造されている。これらは1943年昭和18年4月1日 南カラフトの内地化に伴い鉄道省に編入され、C56-161 から164 16となった。その後、1944年、昭和19年9月に、今度から103号機及び152号機がカラフト鉄道局に転出したが、1945年、昭和20年の廃線により、6両全部がカラフトを占領したソビエト連邦に接収されている。 これらは国間地仕様として内地のような開放的なキャブ、運転室から密閉式のキャブへと変更されている。1947年に鉄道職員としてサハリンに残留した日本人鉄道員によってユジノサハリンスク機関区でソ連仕様の塗装になっていたのが実験されている。車体色は黒であったものの動輪は赤、淡水車は水色であったという。また、 接種後の動向については、資料がなく、つまびらかでない。一部の情報では1960年代まで、残っていたという。C56 型はその特性から、地方施設での運用にも、適性の高そうな機関車ではあるが、施設が、自社発注した C56 系の同系機は、オス別鉄道に納入された1001のみしか、存在しない。同期は1941年。 昭和16年に三菱重工業で製造、製造番号290され、旅客列車牽員などに使用されていたが、先は脱線により使用停止され、1970年、昭和45年の同鉄道廃止と共に廃車解体された。最後は冷蔵庫の CM 撮影用に真っ白に塗られていた。この11号機は戦時中アメリカ軍の銃撃にもあった。 被災機関車でもある。製造当初は、日高本線、米坂線、小海線、飯山線、大糸線、越後線、七尾線、三重江北線、木月線、小松島線、妻線、宮野城線、山野線などの路線に投入された。C56 型は、軽量小型でありながら長距離の運用に適する、設計であるために、軍部より注目され、 太平洋戦争開戦直前の1941年11月、及び12月に、製造された160両のうち半数以上の90両、C56-1 から90が教出され、タイビルマ、現、ミャンマーへと送られた。教室に際しての主な改造内容はなどである、タイへ送られた C56 型は当時建設中だった、対面鉄道の主力機関車として運用されることに、 なる。しかし、太平洋戦争が激化し、ビルマ戦線の戦いも始まった。C56 型は、地雷や爆撃、銃撃を受け大破した車両も、多数あった。そのため、C56 型は、昼間は運行せず、夜間に細々と運行され続けたという。また、対面鉄道は特幹工事の上国市に次ぐ国市で、線路が歩く、橋上で、脱線転落し、 失われた機関車もあった。廃色濃厚となった戦争末期には鉄橋が破壊されるなどして緊急の退却の際に機関車を連れていけない場合も多く、敵に機関車を利用されないために鉄道連隊の将兵の手によって釜に爆薬を詰められ、機関車を時には苦楽を共にした将兵も自ら体をくくりつけ爆破する機関車の自決もたびたび行われた。 そして終戦後、対面鉄道は各地で寸断、全路は荒れ果て壊滅的な状況に陥っていた。同時に多くの C56 型が廃車置き場に留置され、無残な姿をさらしていた。その後、運転ができる C56 型は対面鉄道が復旧した戦後も使用され、46両が大国鉄700系、701から746、 として使われた。番号の新旧対象は次の通りである。タイに上陸した本形式は下記の他に35と56があるが、両機はインパール作戦の敗北後、ビルマ側に取り残され、戦後、同国の国鉄に引き継がれている。これらは1970年代後半から1980年代前半まで使用され、現在でも713。 C5615715C5617 が大国鉄の手によって、トンブリ鉄道工場、バンコク都内で、胴体保存されている。また1979年、昭和54年には、725C5631 と 735C5644 が日本に帰還することになった。この2両は、数多い出生帰還車の中でも特別な存在である。 C5631 は対面鉄道開通式に使われた機関車で C5644 はタイで使われた C56 系の中で現地で組み立てられた機関車の第1号機関車であった。両機ともにロットなどの細部の部品が至るところ他の同型出生機関車から流用、修理されており、その戦歴を物語る。現在 C5631 は ギャスクニ神社の優秀館で生体保存。C5644 は大井川鉄道で胴体保存されている。C5644 は帰国後はオリジナルの姿への復元が行われたが、車両限界の関係から切り詰められた屋根、機関銃を乗せるためという説もあったや、切り落とされた淡水車の一部などに、タイ時代の面影が残っていた。 大井川鉄道の SL 急行に用いられた。その後の活躍は C5644 へ。一方、ビルマ国鉄に編入された機関車は12両あり、クラス C、クラス C として使用されたのが確認されている。機関車番号は次の通りであるが、タイガーから移った前述の2両以外は、日本時代との番号対象は不明である。なお、ビルマ国鉄の機関車番号は、 登録順に付されたもので、一連の番号にはなっていない。これらは、1977年から廃車が開始され、最後に廃車となったのは1987年の3両、0518、0522,0656で、そのうちの1両、0522は、ミャンマー国内で生体保存されている。戦後に国内に残った68両の本形式は、 大規模な配置替えが行われ、北陸地方、甲信越地方、中国地方、九州地方で使用された。使用線区は、小海線、飯山線、大糸線、越後線、七尾線、三重北線、日月線、妻線、妻線宮之城線、山野線。他にも、北海道や横浜などでも、ごく少数が入れ替え用に使用されていた。 運用路線に換算線区が多かったことや限られた牽引力から、優等列車牽引にはほとんど用いられなかったが、木月線では1953年、昭和28年から1959年、昭和34年まで、運用連絡の快速列車、千鳥運用線内全線投資で担った。北海道では90両が供出される以前は、本形式が多数配置され、 各路線で主力機として運用されていたが、教室後の配置替えで数量のみ残り、その後は C11 型にとって変わられた。晩年は入れ替え用として過ごし、本州の C56 型より一足早く1960年代には姿を消した。C56 型が使用されていた各地の簡易線では、後継のディーゼル機関車がなかなか実用化されなかったのが幸いし、 比較的晩年まで貨物列車牽引用に残っていた。しかし、簡易線区用に開発された DD16 系ディーゼル機関車が貨物牽引用に投入、置き換えが始まった。特筆事項の一つとして、SL ブームの1972年10月、鹿児島本線でのおめし列車牽引 C5691 プラス92がある。C5692 は、 半年後の1973年4月に日南線で C11-200 との重連で再びお名刺列車を牽引した。<あ>1973年昭和48年夏に小海線で C56 型が2ヶ月間復活した臨時列車 SL の山、屋5中込小,小淵沢間小型警戒で高原地帯を走る姿が小馬、ポニーを連想させ 高原のポニーと呼ばれた。これ以降、ポニーが C56 系の愛称になった。1974年、昭和49年、三港北線の貨物列車牽員を最後に、C56 型は定期運用を退いた。国内に残存した C56 系の中のうち、前述のオスベツ鉄道1001号機が、アメリカ軍の銃撃によって、ボイラーや主軸、 呂輪などが破損したほかに、快速、千鳥専用機だった111号機も同じく、空襲時の銃撃で被災しているが、いずれもの地に復旧されており、戦災による廃車は出ていない。以下の C56 型が、胴体保存されている。1936年、昭和11年3月6日春工として、三菱重工業神戸造船所で製造され、製版179、 同月中に札幌機関庫、現、苗坊運転所に申請配置された。同年10月5日に、江庭市で開催された陸軍大演習のために、江庭札幌間でお召し列車を牽引した経営機がある。1941年、昭和16年9月、軍事教室でタイに送られることになり、同年11月に、大宮工場、現、大宮総合車両センターで、 道輪はメーターゲージ仕様のものに改めきされ、同国へ送られた。1942年、昭和17年1月17日、到着後、バンコクのマカサン工場で、大国有鉄道、大国鉄の仕様に改造された同機は、同国南部に送られて使用されるようになり、後には、対面鉄道でも使用されるようになった。 戦後には、大国鉄で735として使用されたが、1970年代、半ばに廃車となり、チュンポン駅に放置された。それが1978年、昭和53年6月に、日本の研究家によって発見され、従軍機関車や様々な人々に支援され、1979年、昭和54年6月に、日本に帰国した。同月十五日に、 横浜港へ到着、同29日に、大井川鉄道、現、大井川鉄道へ搬入された。同鉄道で、同体復元され、しばらくは先頭駅で展示されていたが、同年12月18日、12月28日という、説もあるに、設計認可を受け者席復活し、1980年、昭和55年1月29日に営業運転を開始した。 この際の大国鉄仕様のメーターゲージ、1000mm ゲージの動輪から 1067mm ゲージの動輪への変更は C12-93 のものが使われ、元のメーターゲージの動輪はいずれも日本国内で保存されている。その動輪のほか連結器など、業務で必要な部分は改装、復元されたが、復帰の経緯もあり、しばらくの間はテンダーにタイ文字が書かれているなど、 タイ時代のまま運用され、その姿が大井川配属初期の写真などに残されている。C56 系以外も含め数百両に上る出生機関車のうち、ただ一両、現役機として奇跡の生還を果たした出生機関車である。同年4月に外装などは徐々にほぼ日本仕様に戻され、翌月上旬により本格的に運用を開始した。 しかし、老朽化が激しくなり、2000年、平成12年に大修理が行われたが、なおもボイラー状態がかんばしくないために、同鉄道で日本ナショナルトラスト所有の C1264 を除いて最も非力、短期で牽引できるのは、客車3両以下が限界だったとなったことや、C11190 の入線により、新加内車両区が手狭になったことから、2003年、 平成15年12月17日付で、旧車扱いとなった。3年ほど戦闘駅に留置されていたが、2006年9月より、新金谷車両区にて再整備が開始された。老朽化が激しいボイラーは、同鉄道が部品取り機として保管していた C12208 のものを整備し流用。外装は、日本都体の修行120周年を記念して、 タイ国鉄在籍当時の姿に復元されることとなった。タイ文字のほか、日本国内で運転されている国鉄形式の機関車ではまず見ることのない緑色のボイラーや赤い灰小器などカラフルなものとなった。2007年、平成19年3月27日にボイラー交換作業が完了し、同年7月24日に塗装が開始された。 同9月4日に報道陣公開の上、火入れ式も行われた。同月中に再び試運転として、大井川本線を走行し、翌月7日に営業運転を再開した。3年ほどこの大国鉄仕様で走っていたが、2010年、平成22年9月に行われる定期検査に合わせて、再び国内仕様に戻すことが決定され、大国鉄仕様での同期の運用は同月中旬。 頃までとなった。2011年、平成23年1月29日から日本仕様で営業運転に復帰したが、全面のナンバープレートが以前と異なり形式入りのものとなった。安全のため、ボイラー交換前と同様に、客車3両以下が短期経遠許容範囲となっている。二千十二年、平成十四年には、テレビドラマ、フジテレビ系列、 僕の夏休みの第1話の中で使用された。2015年、平成27年夏には、前年からのウィルバーと、オードリー原作のイギリスの幼児向けテレビ番組、機関車、トーマスとのタイアップ企画、機関車、トーマス号の運転に伴い、本機も登場キャラクターである、ジェームスを模した姿に改装され、7月11日から8月28日の間で、計16日間、 機関車、ジェームス号として運転された。2016年、平成28年は7月23日から8月28日まで運転された。2017年、平成29年は7月22日から8月28日まで。2018年、平成30年は7月1日から8月26日まで運転された。主要所言は以下の通り、 西日本旅客鉄道 JR 西日本京都鉄道博物館旧梅工事蒸気機関車館で胴体保存されている。同期は c 5 6系のラストナンバー機として完成。主に SL 北尾は古豪の県引機関車として活動していた。2014年平成26年10月17日、2017年平成29年をめどに 梅工事蒸気機関車間にて、SL スチーム号として、校内運転程度にて、胴体保存されている D51-200 を本線で運用できるように、大規模な修理を施し復活させ、SL 山口号、SL 北尾は古号の牽引機関車を同期に置き換える、ことを発表した。2018年5月6日をもって、山口線の運用から完全撤退し、また、 同月27日をもって、SL 北尾は古号の運用を終了。本船運用から引退し、D51-200 と交代した。また同日には、本船運用引退に伴い引退セレモニーが行われた。廃車された C56 型は、下記の二重両が生体保存されている。同期との縁が深かった長野、山梨両県での保存が極めて多い。 対面鉄道で使用されていた C56 型は、戦後は46両ほどが、大国鉄で使用されていたが、大半が1970から80年頃にかけて、廃車された。このうち15号機、大国鉄713号機と17号機、大国鉄715号機が前日のように、大国鉄トんぶり鉄道工場、バンコク都内で、胴体保存されているほか、 生体保存されている車両もある。その状況は次の通りである。ミャンマーでは、0 5 2に c 5 6 5 6が1995年にミャンマー政府の観光振興事業の一環として、タンピザや対面鉄道のビルマ川起点鉄道公園に生体保存されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。